皆さんこんにちは、くだです。今回はサイゼリヤさんにやってきているんですけど、10月11日からサイゼリヤさんのメニューがリニューアルしていたり、新メニューが登場していたり、いろいろ変わっているという情報を聞きつけたので、今回はね、そういったメニューを中心に注文して食べていこうと思います。メニュー表はこんな感じですね。いつも通りなんですけど、こんな感じでね、ニューとかリニューアルとかね、左上にマークがついているんで、そういったメニューですね。楽しみです。いただきます。一品目にいただくのが蒸し鶏の香味ソースです。こちらはね、リニューアルの商品ということで、僕はね、初めて食べます。蒸し鶏ということで、鶏のささみ肉をしっとりとね、蒸し上げたものと、わかめもね、たっぷり入っていました。そしてそちらを香味ソースでいただいていく、そういう一品なんですけど、玉ねぎのシャキシャキ食感とガーリックソースのニンニクの効いた味わい、醤油の風味がしっとりとした肉質の鶏ささみとすごくね、合いますね。そしてこのわかめが嬉しいですね。海藻類って普段ね、あまり食べる機会なくて、久しぶりに食べた気がしました。これを食べていると、給食の時に出ていたきゅうりと海藻のサラダ、あのすごく酸っぱいやつ、あれをね、食べているのを思い出しましたね。すごく懐かしい気持ちになりました。値段が280円ということで、驚きの安さですよね。味はもちろんのこと美味しかったんですけど、量的にもね、400円ぐらいはしてもいいんじゃないかっていうぐらい満足度も高くて、味もね、美味しくて最高でした。続いて2品目にいただくのがモッツァレラトマトです。僕ね、カプレーゼ大好きなんで、サイゼリヤさんでこういうメニューがいただけるのはすごく嬉しいです。あんまり自炊はしないんですけど、カプレーゼって簡単にできる割にめちゃくちゃ美味しくないですか。美味しいモッツァレラと美味しい塩、これがあれば誰でも簡単に美味しくできる料理ですから、めちゃくちゃいいですよね。それのサイゼリヤバージョンということで、今回ね、すごく楽しみにしておりました。感想としては、思ったよりね、薄味のように感じて、僕はね、この生ハムハモンセラーのこちらと一緒にいただくのがいいんじゃないかと思って注文しました。この生ハムも11日からの新メニューです。この生ハムはもともとね、注文するつもりがなかったんですけど、隣の席の人たちがこの生ハム注文してて、めちゃくちゃ美味しそうだなと思ってね、やっぱりね、注文したくなっちゃいました。モッツァレラはもともとね、一口サイズなんで、一口で食べてもいいし、半分に割ってね、食べるのもいいと思います。生ハムはね、320円ということで、結構ね、お高めだと思います。2枚しか入ってないんで、結構ね、もっと食べたいなっていう人にはちょっと物足りないかなと思うんですけど、他の前菜と一緒にいただくことによって、ちょっとしたね、コースの前菜をいただいているような、そんな気持ちに自分からしちゃいました。雰囲気を味わうのも大事ですからね。続いていただくのが小エビのたらこソースです。サイゼリヤさんのたらこスパゲッティ、ずっと食べたかったんですよね。やっと食べれます。もともとグランドメニューにたらこソースシシリー風というのがあって、存在は知っていたんですけど、いつもね、カルボナーラとかイカスミスパゲッティとか、そっちをね、注文しちゃって、なかなかね、このたらこソースを注文する機会がなかったんですよね。そんな時に新メニューとして小エビのたらこソースが出ました。これは食べるしかないでしょうということで、ようやく食べることができました。これは嬉しいです。たらこソースが麺全体に絡んでいて、小エビがたくさん乗っています。さらに上からね、刻み海苔がトッピングされていて、海苔の風味も豊かで、これね、めちゃくちゃ美味しいです。パスタの麺は程よくもちもちしていて、たらこのプチプチ食感と刻み海苔の香りと小エビのプリプリ食感が口の中で弾けます。このパスタで使われているエビは、サラダメニューに小エビのサラダという人気メニューがあるんですけど、それに使われているエビですね。食べたことがある人ならわかると思うんですけど、結構ね、下味がしっかりついていて、たらこソースと一緒に食べることによって、旨味の相乗効果というんですかね、めちゃくちゃ美味しく感じます。これはね、ぜひとも黒胡椒をかけてちょっとね、ピリッとさせた方が、もしかしたら美味しくいただけるかもしれません。前来た時はテーブルの上にあったんですけど、どうやらね、店員さんにお願いすると席まで持ってきてくれるみたいです。ということで完食です。続いていただくのが半熟卵のミラノ風ドリアです。これは新メニューでも何でもないんですけど、サイゼに来たらやっぱりドリアは食べないとなという使命感で注文しました。今年に入ってこれで3回目のサイゼリアになるんですけど、1回目と2回目両方ともね、ドリア注文しているんですけど、両方ともね、チーズをね、注文していて、サイゼリアでみんなが頼んでいるドリアといえば
チーズだと僕は勝手に思い込んでいて、でも後から調べるとチーズの方じゃなくて普通のミラノ風ドリアがあるということでね、それをね次来た時は絶対注文しようかなってね思っていたんですけど、今回ねまた間違えて半熟卵バージョンのミラノ風ドリアを注文していたという、そういうことがね今アフレコ中に発覚しました。3度目の正直という言葉があるように、今回こそはね絶対ね普通のミラノ風ドリアを注文してやろうと思っていたんですけど、メニューを見た時にやっぱりこの半熟卵が乗っているのが食べたいって無意識に思ったんでしょうね。普通のミラノ風ドリアは注文できなかったんですけど、普通のやつに半熟卵が乗っているだけなんで、まあ許容範囲内ということで感想をね言っていくんですけど、チーズが乗ってない分すごくね軽くて食べやすいんですよね。どんどん口に運べるというか、ミートソースとホワイトソースの味がすごくねダイレクトに感じることができて、半熟卵も黄身がとろっとして美味しかったですね。続いていただいていくのがパルマ風スパゲッティです。このパスタはねずっと食べたかったやつなんですよね。というのもサイゼリアの人気メニューっていうのをねたまに調べたりするんですけど、その時にね結構上位に上がってくるのがこのパルマ風スパゲッティだったんですけど、今年もう2回ぐらい行っているんですけど、2回ともねメニューに載っていなくて、人気メニューなのになんでメニューにないんだろうみたいな、そんな感じでねずっと疑問に思っていたんですけど、今回の新メニューとしてこのパルマ風スパゲティが出ていたんですよ。これはね絶対食べたいなと思って、今回ね念願の初パルマ風スパゲティ食べることができたんですけど、国産のパンチェッタを使ったトマトソースのパスタということで、パンチェッタの旨味がすごく出ているトマトソース、これをたっぷり絡めていただくスパゲティ、美味しくないわけがないですよね。そしてこのね国産のパンチェッタがねめちゃくちゃジューシーで油まで美味しい、そんな感じのパンチェッタです。チーズが好きだよっていう方はたっぷりペコリーノチーズのパルマ風スパゲティっていうのもあるんで、そちらをね注文してみるのもいいと思うんですけど、後からねかけたいなという方は店員さんにお願いしてねパルメザンチーズを持ってきてもらいましょう。あとブラックペッパーも忘れずにね。続いて辛味チキンいただいていきます。やっぱりサイゼリアさんといえばこの辛味チキン大人気ですよね。一度食べると病みつきになってドハマりしちゃうこの味付け、何なんでしょうね。味付けもねちょっとスパイシーさもあって、これはねたまらんですね。嫌いな人いるんでしょうか。どうやらこの辛味チキン冷凍で販売しているみたいで、40ピース入っていて2200円らしいです。お店で食べると4個で290円なんで、冷凍で買うと700円お得に買えるからめちゃくちゃいいなって思ったんですけど、調べてみるともしかしたら販売終了しているという疑惑が出てきているんですけど、サイゼリアに詳しい方どっちなんですかね。今でも販売しているのかめちゃくちゃ気になりますね。とはいえ辛味チキン40ピースって結構大容量なんで、僕のうちの冷凍庫半分ぐらいはね埋まっちゃうかもしれないです。コンビニアイスですでにパンパンです。ということで最後デザートで締めたいと思います。トリュフアイスクリームです。結構ね硬い感じでこういう断面ですね。めちゃくちゃチョコが濃そう。チョコレートが濃厚なのは大歓迎なんですけど、少しね溶かしてから食べるのが僕的にはいいなと思いました。少し溶けているぐらいが口の中でいい感じにとろけて、チョコの美味しさをね十分感じれるかなと僕は思いました。そして中央のところにはミルクアイスがねこんにちはしております。周りにはココアパウダーがまぶされていて、チョコアイスの部分にはところどころナッツを感じました。甘さはね結構控えめで大人向けのアイスクリームっていう感じで、とってもね美味しかったです。ティラミスとプリンが一緒になっているデザートもあるんですけど、あれねめちゃくちゃ好きで、特にねティラミスがめちゃくちゃ好きです。他にもね気になっているデザート何種類かあるんで、次来た時に食べれたらなと思っています。最後にね間違い探しをして終わろうと思います。サイゼリアといえばやっぱりこれですよね。難易度が高すぎて有名なサイゼリアの間違い探し、5分ぐらいで見つけれるかなと思ったんですけど、僕はね30分ぐらいかかりました。しかも10個中9個はねすぐ見つかったんですけど、残り1個わからなくてネットでねカンニングしちゃいました。はい、ということでね最後の最後まで楽しいサイゼリアいかがだったでしょうか。僕はね大満足で一応ね終わることができました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。